有光二郎有光二郎は日本の元官僚、教育者である。1974年に君一等随法賞を受賞。1989年に名誉富を受賞。高知県生まれ、東京帝国大学法学部を卒業して1927年に文部省に入省。1932年に宗教局保存課長。1934年に、 専門学務局学務課長。1941年に大臣官房文書課長。1942年に大臣官房秘書課長兼大臣秘書官。1945年6月に科学局長。1945年9月に体育局長。1945年10月に教科書局長を経て1947年に文部事務次官に就任。 教育基本法の制定、小学校6年、中学校3年の6.3世の実施などの戦後の教育改革に携わる。1948年に文部省を退官。1962年に開学した武蔵野美術、大学所大学長に就任。東京家政大学学長、東京家政学院大学学長、学校法人東京女学館館長。 日本放送協会学園高等学校校長などを務める。1979年から1990年まで日本芸術委員長を務めた。国語審議会委員、英林管理委員会委員、中央教育審議会委員、日本基因理事長など数多くの文部教育関係の審議会の委員などを務める。あずま成功所社長も務めた。 1995年2月22日死去、91歳を打つ、ありがとうございます。